もしもし。그녀석마음에상처를입힌기억도桜井の大怪我でたスタイリングは明日連絡しますので全部キップでお願いします。了解です。本当に本語うまいよね。まだ3週間でしょ、はい、もう東京の道は慣れた？少し。これ GPS マップでなんとかなってます。これ落としたら迷子です。じゃあよろしくお願いします。すいません。はい、ウジです。あ、ウジ今どこ？あ、オンワード出るところです。悪いけどラブレスも回ってもらっていい？小林がまた返却ミスしたんだよね。あいつ全然捕まんないから代わりに謝ってきて。了解です。あと何時ですか？ご苦労。郵便物に指紋が残らないようにしたか？ならいい。そろそろ届く頃だろう。今日のアポ何時だと思ったんですか？しかもほらよく見て、これうちの会社のタグじゃないでしょ。なんか言ってもあるんですわこういうミス。小林さんの携帯いっつも繋がらないし、こういうボンミスされるとうちの貸し出しスケジュールに影響が出るんですよ。本当に申し訳ございません。しかも中金取られるからとか言って返却製品アシスタントに渡してそのまま帰っちゃうんですよ。ちょっと無責任すぎませんか？本当に申し訳ございません。僕が対応させていただきます。はい、秘書室長の伊賀でございます。今どちらにいらっしゃいますか？何かご用でしょうか？社長がお呼びです。すぐにこちらにお越しくださいとのことです。話があるなら直接電話するように伝えてください。お話があるなら直接連絡をとのことです。お迎えに上がりましょうか？いや、いい。データの送り主を調べてくれ。それからこの女が一体何者なのか極秘で調査してくれ。承知いたしました。小林君、またやっちゃったの？あの子めちゃくちゃ横柄な態度でスタッフからソース感。チェリーの信用に傷がつくんじゃない？ま、今回は宇治に免じて許してあげるけど、
話です。これが返却ミスの製品です。ご迷惑をおかけしました。やだ、そんな他人行儀な言い方しないで。ねえねえ、今夜3人で飲みに行かない？何よそのネガティブな反応。俺まだ仕事があるんで。ありがとうございました。何、あんたたち喧嘩でもしたの？ちょっと失礼します。最近不愛想だよね。ああ、って言ってもあんま会ってないか。忙しいの？なんて暇なわけないよね。引き止めてごめん。行くね。잠깐만잠시ルナの手を離してくれませんか？